やだー、はい、何やったっけ、忘れた。はい、俺エトは羊。いや違います、そのエト聞いたんですよ。って言うたそれちょっとってセンス入ってるから。思い出しました。エト言うたら羊言うてしまうから、キュウ言うたらマンボウ言うてしまうから、うん、俺あかんと、センス入ってるから、と言うたら羊言うし、ウって言ったらマンボウって言うてしまうから、気をつけてね。分かってるな。渡辺のこんな学校の先生は嫌だ。みんなお前ウー言えよ。ウー言うたらマンボウが入って今振ってたやろ。ほんでうなずいてたよな。ほんだらウーって言うよね。マンボウが言うたら遅いわ。おばさらおばさら、この先生は嫌だ。ガラガラ、おっと誰やこんなとこに遅れしちゃおいた。いいよ、ドアにな、ここに遅れしよう、あかん、お前証拠挟め、遅れさん挟んでどないすんねん言うてな、ここまで言う、マンボウ、お前ね、カメラオフやし、お前な、編集も考えてやったよ、お前開いてから、お前パラメ回ってる身分か、お前は。そしたらあかん、モニター見ながらや、あいこう。さんまさん、テクニック論が過ぎますわ、もうなんなんすかそれ。ずーっと今僕が勉強してる状態ですから。そうなんや思いながら。さよねーの、こんな学校の先生は嫌だ。みんな卒業おめでとう。そんな君たちに一言、こまねち。いいよいいよいいよ、あーいいよ、あー決めた。いい加減にしやがれよ。最後自分で持っていくやん。いやこまねち入ってたから、こまねち入ってたから。これ2時間スペシャル今日無理やって。期待してこれ何分スペシャル。いやこれ普通の30分番組でその中のワンコーナー。そうですよ、彼女のお芝居の中のワンコーナー。こんな編集なしで丸々使えんのに、これ30分の中のワンコーナー。そうですよ。俺証が3枚や。普段の会話が気持ちがこもらないんだ。いや、まあ、これ本当に悩みでもあって。何の。いや僕の中ではちゃんと心の底から思って言ってるんですけど、うん、これはもう違う先輩の西島さんとかにも言われたことがあって。おお前やっぱりみんなに言われてるじゃないですか。どういう反応がじゃあ正解なのかっていうのを教えてほしいです。じゃあこれを機会に。だから俺のテレビ見て勉強せえよお前。ねえ、お前あえって言うやろ。ほらって言うもん。あの芝居は面白かったよね、面白かったですねって言うてんやろ。そうです。あの芝居は面白かったよね、うん、あれですか、面白かったですね。それはそうなんだ。そうなんだ。家で亀飼ってるんですよ。あ、そうですか、わかんねえね。亀でそんないけますか。家で亀飼ってる。亀私結構そのちっちゃいジップロックに入れるようにしてるんです。何を。あのクッキーとかブラウニーとか作った時は。ブラウニー。ブラウニー。ほんのりやっちゃう。ほんのりやっちゃう。勉強して勉強して、松坂君。ブラウニー。これこれ。そうそう、ブラウニーしかっていうより。ブラウニー。マサコンは股間に行くねん。だから授業中こうしてる人はマサコンやん。どう今言うと何が。いやいやいや、マサコン。俺が習得したね。習得したの。求めてるやつはちょっと違う。求めてるやつは違う。雑談ではやめた方がいいと思う。コートの先に殴られると思う。何した松坂君今日。今日初めてだったんですけど、あのコウタロウさんと一緒にいたせいかすごい安心してできました。はあ、そう、うん、いやいつもでもお前一生懸命やってくれるやん、トーク番組出たらな。いやいやそんなの。俺な、亀子をてんねん。
カメ面白い。成長した。成長したよ。大きなチャンスを前に緊張して会場に入ってくる若手の最後尾には、騙されたのはメンバーだけでなく、若手の列にも背後からこっさり合流したため、もう気になるどころの騒ぎではなかった。いや俺今日チャンスだと思ってきたよ。あの人いたらもう無理でしょ。あの人のチャンスや思ってはると思う。花が違います。花が違います。これからね、頑張っていかなきゃいけないと思ってますけど、ね、いや俺中入ってねえからさ、え、俺中入ってねえからさ、入ったことあるんでしょ。いや入ってねえって。俺いや本当は入ってた。84番はい染みついてますね。いやいや違うB コースよりも受けていたようだが、笑ってた。あの人、はい、あの人笑ってたよ。あの人笑ってた。絶対落ちた。まだ分からないですよ。84番はい、よっしゃ入ってきた。コントロールされちゃダメじゃん。みんな、人生は玉ねぎみたいなもんさ。何言ってんの。一皮むけるたびに涙を流す。いや、お前何カッコつけてんの。どうも、マキシャンパ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 ン。気になるポイントも高得点が。よかった、大爆笑でしたよ。金ちゃん汗かいてハゲとれやがれ。ハゲとれやがれ。引っかかるなってお前。引っかかるなって。84番はい。だからコントロールされてる。コントロールされてる。いませんよ、バーテンネン。どうですか。どうですか。どうすか。いやいや頑張ります。いやもう本当にこんなこと言ったら本当に大変失礼なんですけども、はい、あのこのめちゃイケという番組にですね、バーテンネンさんはあまり向いてない。バじゃあどうしてもこんだけメンバーがいるんで、めちゃイケというのは、はい、してます。その我が我がタイプ、あすいません、どういうふうに普段映ってるのか知りませんけど、別に我が我がタイプじゃないと思います。いやどうしてもタイプ。お前ら座ってええで。本当に頼むで。お前大丈夫ですか。それ信じても大丈夫ですか。ワンピース読んでるんですよ。漫画の、はい、でやっぱり改めて冒険って必要やなと思ってきたんですよ。チームワークと。いや冒険されてます。チームワークです。僕はルフィは矢部さんで、僕ウソップでいいです。ウソップ。とんでもないですよ。あいやチョッパー、いやチョッパーじゃないし、僕デッパーで。バットデッパかけた。いやーやっぱ難しい。バーデンネンのキャラがダメなんですか。いやバーデンネンのキャラは面白いと思いますけど、はいはい、例えばそのこんだけメンバーがいるんで、はい、勝ちます勝ちます。こんなやつ勝ちます。それが違うんですよ。それが違う。一緒にやるんですよ。分かってます。それは今日1対1の勝負してから今日そっから競争ですよね。みんなと勝負じゃなくちょっとチームワーク的な、はいはい、回もあるんですよ、ね。分かってます分かってます。私もひょうきん族というのやってたんですよ。その時あのメンバーの中で、はい、今日はたけしさん、今日は俺、はいはい、今日はもうしんすけ行け、今日は俺とか、ね、いろいろ、はい、そういうバランスはちゃんと踏まえてるつもりでやっております。あそうですか。例えばこの浜口さんが主役の会話、それは嫌です。僕そういうの。そんな主役になる器じゃないじゃないですか。してください。
んで主役なんですか。いや、あともしねパーデデさんがその新メンバーになったらですね、はい、あとゲストにあの元奥様とか全然可能性あると思うんですね。ゲストに来られたり、大竹しのぶさんですよね、はい、おっしゃってるのは。大竹しのぶさんは大丈夫です。あの2人のネタもありますし。ネタ、はい、あの今あるの時だけはちょっと休ませていただきたい。今あるちゃんよく来てますよね。あの本当にこの番組の大ファンなんで、その今あるのこともあって、はい、私今あるの大好きな番組出たいんですよ。がこの番組見てるのが夢らしいんです、僕が。だから俺は夢叶えてください、お願いします。5,300円。パーデンデン、すいません、アホと言っていただけますか。アホ。アホ。アホ。あ、森進一に入るバージョンやらせていただきます。最初からやらせていただきます。84番。あ、忘れてるよお前。忘れた。めっちゃ忘れて、聞いといたらあかんで。84番。自己紹介の時入るから、はい、聞いといた。84番。はい。いや、お前じゃないの。俺ハゲてねえじゃん。ここ踏み台にしてくれ。狭いよ。使わんといてくださいよ。全体的に面白かったらええやんかい。まとめた。この番組中だと俺の番組紹介してあげるから。全員ほんまでっか TV へ。いっぱいあるから。